はい、こんにちは。ミルキーフランス研究家の私がここ半年間ぐらいもハマりにハマっている、これミルキーフランスじゃないんですけども、駅前スクエアの地下にありますパスコっていうお店のフランスパンです。ちっちゃいやつ、これはねハマりにハマっちゃってます。今日だって2本しかなかったから2個しか買わなかったけどね、あればあるだけ欲しいもん。なんだろう、クロワッサン風フランスパンバケットみたいな感じで書いてあったけど、こうすごいうまいの。これいただきます。ちょっと焦げてる。ちょっと今まで以上に焦げてた今、バラつきがあるのかな。こっちで食べてみようかな、あれなんだこれ、なんで、あれれ、今度また買ってみます。すごい美味しいから、本当は。ごちそうさま。